丈夫かなんて心配されたってどう答えればいい。リアクションに困るのよ。だって涙なんか一度も流したことない。いつの日からだろう理解されたくなかった。私は私だって壁を作っていた。でもこの叫びは誰にも聞かれたくない。その優しさ重たすぎる。甘えてしまったらその打ち返さなきゃいけないから。感情はいらない、冷静でいたい。いつも同じ顔、無表情がいい。何を考えてるか知られたくないの。自分の世界にこもりたい。一人きり問い詰められたってノーコメントにして適当にごまかそう。ひとつ嘘をつけば辻褄合わなくなるかな。いい人でいるのはきっと面倒だと思う。心の内側まで選択されてしまうし、何も見せないようにバリアを張るしか